今回は秋の書き方をやっていきたいと思います。秋は公筆書写検定3級から2級の第2問において2番目によく出題される語句になりますので、秋の書き方を知っていると、得点アップにつなげやすいかと思います。ではやっていきます。秋の書き方を説明するにあたって、今回は知恵、愚性難、貯水量、顔真が書いた秋を用いて説明をしていきたいと思います。また角度と余白、この2つに着目して説明をしていきます。まずは角度から。赤い点線で示したように、右にまっすぐ進む線を0度とした時に、45度に進む線はこのような角度になります。それを踏まえて説明をしていきます。まずは1画目の左払いに注目をしてください。1画目の左払いの角度はだいたい36度から38度くらいになりました。次にもう一度左払いの角度を確認をしてみます。今度は左払いの下側の角度を見てみると、はい、このような角度になりました。つまり1画目の左払いの会計は上側と下側とで角度が違うということが分かりました。次に2画目の横角の角度を見てみると、だいたい19度から28度くらいとなりました。次に4画目と5画目の周筆にこのように丸をつけてみて、このように赤い点線で結んでみた時の赤い点線の角度はだいたい22度から30度くらいとなりました。つまり2画目の横角の角度と4画目5画目の周筆を結んだ時の角度が同じくらいになるということが分かりました。次に余白を確認をしていきます。まずは8画目の左払いの周筆にこのように丸をつけてみました。次に足を用意してみました。足のここの部分、くるぶしですよね。8画目の左払いは左隣にある縦角のくるぶしを目指すように払っていますよね。そうすることによって、はい、ここに余白が開きます。もう少し分かりやすくすると、ここの丸の部分ですね、ここに余白が開きます。何が言いたいかというと、はい、このように秋の下側はアーチ状のシルエットになっているということが分かりました。はい、普段は公筆毛筆書写技能検定試験に関する情報を発信をしています。皆さんが少しでも楽に合格できるようにサポートしていきますので、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。以上になります。